は耳を傾ける気はないので やっぱおかしいなって思ったことって内々で解決しようとしても結局じゃあそのメンバーが泣き寝入りすることになるっていうのを分かってないんだよね。じゃあ自分の推しメンだったらどう思うのって、そのことが起きて、じゃあ私みたいにねズバズバ言える子じゃなくて黙ってる子だったらどうするのって思わない？まあでももうね過ぎた話だし、でこの間別の衣装貸してくれたし、しっかり手袋まで予備が入ってました やるやん、してるやん 思いましたよ いや偉い、それは本当に偉い、さすが、それでこそ中居さんの衣装だからケアしないとって 絶対なってる またやいのやいの言われるわって絶対なってるだろうけど、私はそこにすごく直してくれたんだ、改善してくれたんだ、じゃあ今のメンバーも安心だなって思えたのですごく良かったです。多分ね、多分というか絶対なんだけど、これは愛はあると思うんだよね、メンバーに。ただその仕事がどうしてもいい加減になっちゃうことって意識したら治るから、なんかやっぱりダメだったところも言うけど、私は良かったところも言うからちゃんと だから改善されてたので、これは本当にすごいと思って、私は結構本当感動しました、泣きそうだった。インナーもちゃんと入ってたし、靴もちゃんと綺麗にされてたし、私の名前のままハンガーラックに小物袋がかかってて、さすがだーとなりました。そう、やっぱりあの衣装って特別なね、思い入れがある衣装だったから、だし結構最後の方に こうもうほんと MV ギリギリでね作っていただいたのだから、結構急だったと思うんだけど、それでもすごい可愛くしていただいて、なので、あちょっと花粉やばい、鼻水出てきた。言った甲斐があった。でも本当に別に一個も後悔してないけど、今更でもね、いまだに言ってくるんだよ。なんかその私もエゴサするじゃん、したらさ、なんかいろいろ大変だね、リカちゃんの時も衣装なくなってたしみたいな、ちゃんとしてよ運営みたいな意見もあったんだけど、まあ運営はね全く別なので、それちょっとちょっと違うよって思ってたけど でもまあそうね、そう思うよね、外から見たら48ってやっぱ一括で見られるからさ。だけど なんかいまだにあるんですよ、そのなんかその夕霧凛さんのツイートに対してなんか中井梨花みたいで嫌だったみたいな書かれてて晒したりするのはやめて、うちうちで解決してほしいみたいな、そういうの見えるたびに応援する気なくなるみたいな、いやじゃなくて味方になってあげるんだよ、推しメンだったとしたならば、お前の推しメン関係ないからそういうこと言えんだろって、じゃあ自分の推しメンだったらどうなのって思わない？そんなのうちの人たちだってあれですよ、2割だって他の子が切れてたらなんか怒ってんなぐらいだよ 私のことだから一緒になって怒ってくれたのに、なんか
それに対してなんか一緒に怒ってるファンも信者すぎて草みたいな書かれてたよ、私だって衣装の時ね。いや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 、お前自分の推しメンだったらどう思うんだよみたいな。私は私のファンだからこそ一緒に怒って、なんでそんなことになってんのって言ってくれてるわけと思って、それにすごい一番腹立ちましたね。そう、まあでもそういう意見も出ると思って発信したから別にいいんだけどね、いいんだ、最初から分かってたんだけど、なんかでもさ、なんかあまりにも人ごと、そのなんか人ごとだからこそ優位に立てると思ってポストするやつっているじゃん、わかる？ なんか全然ファンじゃないから関係ないけどみたいな。いやいや、ファンだから私たちは怒ったり一緒に感情を共有してるわけであって、関係ないとこからお前偉そうに、なんかその関係ないからこそ優位に立ってそのマウントを取りたいだけみたいな人たちいるよね。わかる？例えばさ、なんか推しに、例えば週刊誌に撮られて熱愛が出ました、それでなんかファンの人たちがさ、まあなんかショックみたいの言ってるのにさ、恋愛ぐらい自由にさせてやれよみたいな言ってる人たちって結局同じじゃん。なんかいやいや、じゃあ自分の応援してる人がなったらどうなのって。それちょっとは悲しいでしょって。私はやっぱりどっちの気持ちもわかるから、私がアイドルとして考えた時にだったら、それぐらい自由にさせるよって思うかもしれないけど、 やっぱりファンの人たちのそのなんか気持ちもわかるからこそ、なんかほっといてくれってならない？ こっちにはこっちの推し活っていうのがあって、今までかけてきた思いとか応援してきた気持ちとかお前に分かるわけねえだろって思わない？ いや別になんかいいよみたいな。じゃあ別にお前は推し活したことないだろうから聞くけど、自分の好きな人にね、彼女、彼氏できてたら悲しいだろ少しはって、そんな小僧もポストしちゃいけないのかみたいな。まずファンの心を分かってない、そりゃ傷つくに決まってるやん。なんかでもやっぱりさ、まあ、人それぞれなんだろうけど考え方は。でもなんかそれでもちょっと悲しくなるよね。関係ないとこからやっぱ石投げるのって簡単だよねって、人事だからこそ、なんかっていうか、なんかわざわざマウント取りに来るやついるよね。俺は関係ないからみたいな感じで見に来て、まあそれぐらい勝手にさせてあげなよみたいな。それうざい。 それうざい。 言われないように来るやつ。 いやいや悲しい。だって私だって例えばだよ、まあ私はそんなことないけど、 なんか週刊誌に撮られて熱愛とかなった時に悲しんでほしいもん、やっぱりちょっと本人ね。 ああ、リカちゃんおめでとうとかなってたら、あれ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 あ
おめでとうなんだみたいな、ちょっとは悲しいんだよって思うもん。うん。
なんか自由にさせすぎじゃないそれはって 自由にさせてあげないよみたいな人たちが出てくる間もなく、あ、おめでとうみたいな感じだったら私もちょっと傷つくもんね。いや、悲しいとかは寂しいとかはって ないのって なるよね。うん、ちょっとぐらいは悲しんでほしいな、やっぱり ちょっとね、あまりに行き過ぎて、なんか殺害予告とかされたらちょっと、あ、怖いってなるけど ちょっと、まあ、そういうのはちょっと本当に迷惑だからやめてほしいんだけど、ちょっと筋つるには てかさ、君たちさ、まあ一部の人なんだけどさ、キンツルのさ、酒蔵の人と写真撮ってたよね。何してんのって思って ねえ、いたんですよ、本当に。全力応援じゃねえか。私というよりもさ、私を通してキンツルを応援してるよね。何なの？キンツルのファンやん。キンツルのファンが本格的なファンで、私のことついでに推してるとかじゃない？ ねえ、酒蔵応援してない？みんな。あれ羨ましかった。羨ましかったとかじゃないんだよね。ねえねえ。キンツルを本格的に応援してるよね。私じゃなくて。社長さんに「金鶴」ってエゴサすると中居さんのファンのツイートたくさん出てきますよねって言われたよ もう認知もらったじゃないんだよ。ねえ、金鶴に認知もらったじゃないんだよ。あとあれ金鶴さんじゃねえからな、別に。金鶴さんじゃねえから。金鶴推しとか、あなたは今日で金鶴推しとかじゃないから。金鶴全力応援。いやでも私、佐渡のロケで金鶴に出会ったの結構革命だった。日本酒がもともと好きだったけれど、やっぱ金鶴みたいに香りも華やかで飲みやすくて美味しい日本酒はやっぱりなんか、すごいオリジナルだなと思ったし、嫉妬で狂いそうだった。どういうこと？ 一升瓶3本ストックあります。やばすぎる。うまくて飲みやすくてどんどん飲んじゃうよね。うん、どんどん飲んじゃう。お、なんか女の子も好きなんじゃないかな、きっと。ちなみに昨日もキンツー飲んだ。あ、マジ？ちょ、あまりにも花粉症の辛さがうるさすぎる。昨日寿司屋で金鶴飲みました。美味しいよね。日本酒とさ、お寿司って合うよね。トゥン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 ト
流れ一瞬で草なんだが。でも最近思うのは日が長くなったよね。朝も日の出が早いし、日の入りが遅いし。なんかだから ちょっと待って
おばあちゃんの縁側トークみたいなしてない？私今大丈夫そう？ねえ、ねえ、日が長くなったよねとか言って、いや結構おばみ感じたんだけど、私今自分にやだ 嫌なんだけど、でも嫌、和室で座布団まで ねえ、やばいよね、ほんとすごいわ、こんな、天気予報。明日晴れるかな。はるか空の下。なんだっけ。あれだ。なんだっけこれ。プロポーズ大作戦。これ以上桑田佳祐を読む。Oh baby, it's my baby. グッズティー可愛くなったよ。あとね、写真パネル、写真撮る時のパネルも可愛いのできたよ。ローディングと、あれ帯目じゃあ2割のピンクと白のロゴで可愛くなりました。はい、すいません、また私ミュートしてましたね 一人で喋ってました、すいません。楽しみだねー。24日楽しみ。本当に楽しみ。本当に楽しみ、マジで楽しみ 会場までスキップ、本当だな、お前それじゃあ家出た時から一生スキップして来てね ねえ、一生スキップして会場まで来てね、スキップ以外禁止ね、横断歩道待ってる時とかもずーっと
っとスキップしててね。楽しみすぎて毎日新幹線のチケット かわいい 追加特典も当たってほしいね。何？追加特典チケットって。なんだなんだ？ねえねえ、これ合ってた？こちらが一般販売ということですね。って言ってるんだけど、私。これ一般販売ってことで合ってるよね。ねえ。誰か教えて。お願い。お願い、お願い。ねえねえ、追加特典会チケットって何？教えて。俺らが知りたいというところ？それ。追加特典の抽選あるよね。一般販売のはず。正確には一般先着販売30秒トーク追加できるかな。はあ、そういうことね。だからあれよ、30秒なんだけれど、本当はプラスでってことね。じゃあ写メも撮れんじゃない？30秒と写メ一緒だよ。分かんない。ほんと適当なこと言ってるかもしれない。ごめん、嘘ついてたらごめん。てか嘘ついてる多分 分かんない 保険をかけまくる。追加特典会追加って通称も枚数増える。いや、わかんないんだよね。それが私も。はははははは。はは？僕何にもわからないんだ。ハッピーです！って感じ。今日は私のためにありがとうってミニーみたいにならなきゃいけないんだけど、私は。隣の何にも知らないミッキー、はは、僕何にも知らないんだ、ハッピーです。ディズニーに怒られそう。何もご存じない国王、はは、僕何にも知らないんだ、特典会チケットって何、ハッピーです。困った、無邪気さん。誰だよお前。ねえ、会える？24ねえ、会えるの？会える、会えますよ、会えるよ、会いに行きます、実は会えます、会えます、実在しています 会いに行きます、ジャンボリ練習して、なんでジャンボリ？あ、そっか、何も知らないミッキーがいるから。ジャンボリミッキー、ジャンボリズンズン、ジャンボリジャンボリ、ズン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 
リーダーはミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキー、ミッキーマウス、強くて優しい人気者、ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキー、ミッキーマウス、ミッキーマウス、ほうほうほう、ミッキーマウス。
大好きこの歌、元気になる。ジャンボリミッキーかけながら仕事行こう。最近はね、嫌な仕事がある時はミニーアットファンダーランドの曲をかけてね、今日は私のためにありがとうって言ってるミニーを聞いて、みんなのことをってミニーになりきって歌いながらスキップしてます、私も。準備バッチリだから会いに行くの楽しみ。準備バッチリ？いいね。準備バッチリの人がいいよね、やっぱり。なんかみんな可愛い名札いっぱい作ってくれてて嬉しいよ。ありがとう。どうもありがとう。名札か。名札作ってないの、まだ。結構もう日にちが迫ってますけど、大丈夫ですか？ でもやっぱり2回目はプリンセスだから、プリンセスに会いに来ると思って、おしゃれしてきてね。名札つけるにしろ、つけないにしろ。なんかでもみんな可愛いの作ってた。そう、なんかうさぎモチーフとかね、いっぱいいたよ。お手紙書いたけど渡せるか、渡せんじゃない？渡してくれー。ごきげんよう。みんな元気かしら。ふふふふふふふ。ねえ、ほんとにさ、どうしよう。ちょっととまだ全然わからない、どうなるか、みんなのさあ、まあ、衣装もそうだし、プリンセス会いに来るファッションで、あれね、ピンクね。でも T シャツピンクで、グッズ T ってさ、着れるの？着ないと意味ないよね、でもね、その時に。かわいいよ、めっちゃかわいい。本当にかわいいから着てほしい、ぜひ。うさぎのね、シルエットになってるんだよね。実はね、
うさぎのシルエットになってるんだよ。バクポーさんだよ。今日なんかめちゃくちゃ憑依するな。今日憑依デーだ。今日憑依デー。グッズで生きれば、そうそうそう、グッズで生きればいける。てか、別に卒婚じゃないや、卒婚のやつかでもいいし。ごめん、普通に飲み物飲んじゃった。 てかさ、あれじゃないの、卒婚もしかしてピンク持ってない、みんな。やったわ。これあれだ。ピンクじゃないわ。卒コンのピンクじゃないわ。ごめん。やめて。嘘、嘘でした。嘘でした。嘘でした。ピンク持ってないんだった、みんな。じゃあ、どうしようかな。ピンクの T シャツって私いつかしら出しましたっけ？ いつかしらは出してるので、そのいつかしらのやつを着てくるか、まあ、持ってない人はなんかピンクのいい感じのやつをなんかいい感じに着てもらったらいい感じになると思います。ごきげんよう。37イダー T シャツ、それめっちゃ嫌だな。 ねえねえ、それめっちゃ嫌かも。 その T シャツマジでさ、半分寝ながら考えたやつだから。 マジでさ、マジ適当すぎだよね、あれデザイン。 なんかもっとさ、頑張ってさ、作るよって思って、違うな、あの時ね、ショールームであまりにも寝てなすぎて、大変だったんだから、本当に。もうマジで毎日眠かったもん。そう。で、でももうグッズ間に合わないからって、マネージャーにせかされて、え、もうわかんない、もうわかん、適当でいい、みたいな。でここにウサギやって、ここに37位だって書いてもこれでいいですって言った気がする。
だけど今回のグッズ T はめちゃくちゃ考えたから本当に。女の子は可愛いピンクのなんか服着てきてくれたらいいけれど。リカちゃんの会えるの楽しみ、病院とかマツパとかいろいろ予約しちゃった。かわいい、何それ食べたい。あの時は本当に不眠不休で。そうなの、今明かされる真実。ごめんね、あの T シャツクソ適当に作った。 ごめん。でもそれくらいかな、適当に作ったグッズ。あとはちゃんと全部自分で考えて、自分で考えたは考えたんだけどね、その T シャツも。マジ適当だったんだけど、あとはもうちゃんとやってるので、本当あれだけです。あれだけ適当に本当作りました。それをピンポイントに言われたもんだから、ちょっとやめてって思いました。以上です。なるほどです。タラちゃんもいますと。髪色ガラッとイメチェンしてくるから。どうしたの？何があったの？それは。どうしてそう、経緯は？どうしてそうしようと思ったのか教えて。急だね、また。これまた急な。社会人で黒とか茶色だったけど、今自由人だからやっちゃう。 なるほどね。社会って出るだけ無駄だよな。 最低なこと言ってる。社会なんて出るだけ無駄なんだよ。そうだよ、なんでこんなに辛い思いして頑張んなきゃいけないのってなるから。出るだけ無駄。社会になって出るだけ無駄。 もうちょい教えてほしかった。ごめん、もうちょっと早く教えてあげればよかった。出てもいいことない。出てもいいことないんだよね、実は。知ってた？ 何も楽しくないし。人間関係につまずいて、
で、嫌な思いしながら会社に行って、で、気持ち悪い上司にへこへこして、出世できるかできないかわからないところで不安に陥って苦しくなるだけなんだよね。考えてみて、よく。そんな毎日何の意味があるわけ？本当に吉田さんに 吉田クソやなあいつマジで吉田って誰？吉田マジクソだよなあいつ。吉田さんもいます 吉田さんはいないのよ、別に。吉田だけはマジでないわ マジ吉田クソだよな、あいつも。ほんとさ、空気読めないしさ、なんか、今みたいなタイミングで仕事渡してくるしさ。そうで、手柄は俺のもの、責任はお前のものでしょ。だるいんだよなマジで、あいつ。最低なんやね、最低よ。3時間前に話した、内容を5分前に話したみたいなノリで話してきました。そう、なんか忘れてるっつうの、もう、吉田なんか。何のことですか？みたいな。なってても構いなしだしね。叫んだよな、マジで。やってらんねえっつーの。やってらんねえっつーの。吉田なんつうのはね 月曜日いつもみたいに「おはよう」って言わなくていいよ、そんなクソみたいなやつ言わなくていい。言ったとてよ、ほんとキモいもん普通に考えて。おは、え？今日もキモ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 ですねって言ってあげな なんか吉田さんって前から思ってたんですけど、なんかまあ顔とか性格とか、総じてキモ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 ですねって うちは松本あいつ仕事できるんだよな。松本にやらせる仕事があるなら、もう自分でやった方が早いもんね、マジで。いっか、どうせカメラ、そうだよ。キモキモキーモキーモキーモます。アーニャみたいになってる。キモキモキーモキーモキーモます。
今日スペシャルゲスト多め。そうなんだよね。吉田には荷が重い。スペゲって略すのやめて、何のことか分かんなかった一瞬。もう4時、もう5時？はいやー、早すぎる。時の流れ電光石火ねえ、電光石火だよマジで。はいにゃ、はやナプトラじゃん。はやナプトラ、リガちゃん無視しないで。ね、こんなグダグダ喋ってるだけでさ、ほんとさ怖いね。オーディオ、オーディオ。幸せな時間だよねーの人。そっか、そうだよね。でも
そうだよね。私さ、みんなに、あれ？もう言ったよね、さっき。衣装のことも言った。あとは、なんだっけ。言ったよね。スマホは最新 スマホは最新にしてきてください。ぜひ。容量も空けて生きてください。でも携帯もね、意外といい仕事するよ、マジで。今時のスマホなら、結構な性能あるよね。ね。そう、私もだって、すごい撮るもん、これで。iPhone で。iPhone でしか撮らない、むしろ。もうなんか結局携帯があったらいいやーって なる。カメラ会社と共同開発した。いや、それって何？ iPhone じゃないの？ iPhone めっちゃ撮れるよ。iPhone めっちゃ撮れる、いい感じに。
iPhone 1台で大抵のことはもう何 そうだよ。やっぱ喉痛いわ、花粉だ。花粉がひどい。花粉がひどい。なんかやっぱ考えないようにしてたけど、一回考えると、なんか、わあ、花粉だってなるね。わあって。わあ、花粉なんだってなるよね。杉舐めてた 杉は舐めてはいけません。カブトムシですか？ごぼう食べると、ごぼう？ごぼうって何？土？土の話してる ごぼうってほぼ土じゃないの？違うか。盆栽パーティー。
土みたいな色して。好きだよ、でもごぼう。なんかちゃんと、ちゃんとしたごぼうは好きだよ。 ちゃんとしてないごぼうって何？ 細っこい、なんか笹がかれたやつはなんか、え、土じゃねってなるけど。 じゃあごめん、ほんと違う、ごぼうアンチじゃない、普通にね。 ごぼうアンチじゃないよ。笹が枯れ済みのやつね。 そう、笹が枯れ済みのやつ。まあちょっと、ああすごいってなるけど。 あーすごい、土だーってなるけれども、ちゃんとしたやつだったら大丈夫。土はまだ食べた。 まだって何？いつか食べるってこと？まだって何？土は食べない方がいいぞ。 あのさ、食べようとしてないよ別に、大丈夫だよ、ありがとね。 ありがとね。 ありがとう。食べようとしてから言ってくれる？どっちかっていうと。あ、え、りかちゃん、土はダメだよって、食べようとしてたら言って。あまりにもね、あまりにも食べようとしてたら言ってほしいけど。変な人たち。おめえだよ。 おめえだよ、一番変なの。土を止めるって、止めるとメモ。 あ、そうだ、動画撮ったんですけど、ちょっと待ってくださいね。また読み込みができない、私がブチギレるあれになってるんで。 ブチギレ終わったらちょっと載せるので、もうちょっと待ってね、ごめんね。ブチギレ終わったら言うね、ブチギレ終わったから載せますって。 撮ってあるんだけど、そう、明日ぐらいにあげれるかなと思うよ。
ゆっくりで大丈夫です。ありがとね。みんなが優しくてよかった。2割が2割じゃなかったら本当に私はもう死んでいた。死ぬの？なるべく生きてほしい。生きるね。で、みんながどっか行かなかったら大丈夫だよ。みんながどっか行ったら、あ、もう死にます、さよならってなるけど、みんながどっか行かなかったら大丈夫。本当に本当に。本当に大丈夫。自覚の芽生えの季節。そうだよ、みんなが面倒見るんだよ、一生頑張ってね。意外ももう一人で生きていかないって自分で決めちゃったから、あともみんなが頑張るしかなくて。みんなが頑張るしかなくて草。一応やったるか。頑張ってね。頑張ってねとか言って超適当なの。一応やったるか。なんか大変だな。なんかやっぱイベントが近づくと私こうなるんだな。理解した。そういう感じね。
ちらはただただ楽しみなの、申し訳なんで申し訳ないの、そんなことないよ。今日は暑いですけど、ラマダン中だから喉が渇く。いや、喉も渇きますよね。ラマダンってだって何時間もやるんでしょ？日本の時間は20時に断食開ける。ああ、8時まで何も食べないの、やばいね。あと3時間？きっつー。無理。最低、私最高でどれくらい何も食べなかったかな、3日？飲み物だけで3日はいけた。ただし3日目はもうね、動けない。無理だって。あ、無理なんだってなる。飲み物は飲んでたよ。飲み物は飲んでたけど、飲み物だけで3日は行きましたね。意外といける。 意外とね。3日ですと点滴が必要に。 そうだね、確かに。3日ぶりだと何を最初に食べたくなりますか？何食べたっけな。でもリカラーメンずっと我慢したから、ラーメン食べた時に泣いた。 やばすぎるあれは。1回食べないとめっちゃ痩せそう。めっちゃ痩せたよ。でも水飲んでるから、水じゃないけどね、私は水じゃないけど、なんかポカリとか飲んでたから意外といけたけど、マジでなんか動けない、パワーがなくなる。あ、死ぬんだ私って思ったぐらい、もうね無理だった。泣きながらラーメン食べた。 卒コンの前も私全然食べてなかったしね。
だってジッパーの衣装着るんだもん。ジッパー着るってなったら痩せなきゃと思って頑張った。あ、なんか月丸がもうチケットないみたい。迷ってる人はぜひ早めに。早めに、なんだろう、お申し込み。今買ってきた、間に合った。 なんかギリギリみたい。結構わかんないけど。月まらでもこの間雪の日に 大雪の日にやったから、天気良くなるといいね。 土砂降りだったらもう私が悪いってことにしよう。ああ、私のせいです。晴れ女なんだけどな、私。あの日やばかったよね、雪。東京でそんな雪降るみたいな。私が富山から雪雲連れてきちゃったかなって思って そんな降るみたいなぐらい降ってたから。びっくりした、あれも。足元の悪い中レベルを100 それね。ごめんね、いつも呼び出して。でもりか、みんなのこと好きだよ。そうやっていつも来てくれるから。そうやって言いつつ、仕方ないな、リカちゃんがいるなら行くかって。リガちゃんのいるところならウッキウキで行っちゃうね。でも、いや、それが当たり前じゃないって分かってるからこそ嬉しいんです、私は。いつもありがとう。え、本当に思ってるよ。気持ちこもってるって思ったでしょ？思ってるよ。こもってるよ。めちゃくちゃこもってたよね、今。え、こもってたよね。大丈夫そう？ 大丈夫そう？うん。
やばいね、もう2時間半経つ。早ー。すごい早い。何話したっけ、今日。何も話してないよね 中身ゼロだったんだけど、なんかもっと言いたいことあったはずなんだけどな。全部忘れちゃった。そういう時もあるか。さすがに。ミッキーもいたね。いろんなのがね、降りてきてたから、今日は。ちょっとなんか、私で喋ってることはあまりないわ。そう、いろんな人になって降りてる時に喋ってるんだろうけど、私は記憶ないし 記憶ないから、記憶ないんだよね。すごいお腹鳴るやん。お腹すいたねー。完全憑依だ 完全憑依ですね。だからすいません、変なこと言ってたら もう遅い？もう遅いか、さすがに。オッケー、もう遅い。ありがとうございます。今みんな何してんの？てか今日何曜日？土曜日じゃん。みんな休みでしょ、どうせ。休みじゃないの？飲みに行く準備してた。飲みに行くやん。じゃあ飲みに行くやん。ダメだよ、飲みに行っちゃ。ダメー ダメー。そうだ、飲みに行くんだ。思い出すな、思い出すな。やめろ。ほら、もう思い出しちゃったじゃん、みんなが。みんなが思い出しちゃったじゃん。ねえ。
体調不良で欠席です。はい、そうしてください。てか、あと何日？もういくつ寝る？どうだね。結構もうすぐじゃない？我々のイベント。ねえ、あと1週間ぐらいか。楽しみだね。ルンルンルン。もうすぐですね。マジでさ、名札作んないとやばいじゃん、みんな。どうすんの？どうする？どうする？文房具屋さんだな、みんな 作ってる人が多いね。なんかシール貼ったりさ、布で可愛くしたり。まあ、女の子が多いかな。男の、大きな男の子は別にいいんじゃない？ なんでも なんでもいいんじゃない？会社の名札でも、いや、会社の名札だとちょっと分かんないかもしれない。名刺刺していけば最悪 めっちゃ目凝らさなきゃ見えないやん。あ、そう、私今さ、親指やけどした、してるんだよね。親指の腹だから iPhone がもし今も指紋だったら絶対指紋読み取ってもらえなくなってた なんか水ぶくれみたいになってて、
ちょっと結構 NG。そう。痛いんだよね、すごく。料理も上手ですが、親指が今もうめっちゃやけどで水ぶくれになってて超痛いの。でさ、親指のさ、しかも右手ってさ、めっちゃ使うやん。超痛いわけ。最悪だよねって話。最悪だよねって話。ね、そうなの、生活が大変。結構。かわいい爪とやけど 指、そう、リボンついてるのに、爪にはリボンついてるのに、親指の手のひらにはやけどついてる。最悪 最悪だー。早く治りますように。ね。治してくれ。全員で頑張って。治してください。よろしくお願いします。直してください。歯抜けてる人来た。なきかさ。お願いします。オロナイン持ってる。持ってるよ。え、もうね、そんなのはね、とっくのとうにね、やれることはすべてやってんのよ。やれることといえばすべてやってるわけ。
処方箋のお薬をもらえるといいな。そんな、なんかそんな感じなのか、そんな感じなのか。水ぶくれの水は抜かない方がいい説とそうでない説があるよ。どっち？どっちなの？ まだポクポクしてるよ。どうしたらいい？これ。でもなんか美味しそう。ポクポクしてる。めっちゃ結構ひどめのやけどだなこれ。でもいつものに比べたら、いつもは「つわっ！」ってなってることあるけど、あんまりこんななんか腫れたりしないのに。あ、なんかコッペパンみたいになって、おいしそうだよ。 リカちゃん。 水を抜くか抜かないかは分からないけど、食べないのは分かる。ねえねえ、誰かさ、誰か調べてきてよ。どっちがいいの？私このままだと食べちゃう。 それはやばい。 何がどうなってそうなったのって感じだよね、本当。私このままだと食べちゃうよー。だ。 知らないよー。一般的には潰さない方がいい。あ、オッケーオッケー。じゃあそのままコッペパンにしとくね。食べちゃダメなんでしょ、だって。根本的な質問なんだけどさ、食べちゃダメなわけでしょ、だって。あ、じゃあもうそうするしかないよね。オッケーオッケー。了解。じゃあ、食べますということで、7位がめぐねえさん、6位が長介さん、5位がもっときちさん、4位がちょたろうさん、3位がティンクさん、2位がたたおかさん、1位がてりもきバーガーさんです。ありがとうございます。参考なあたおか配信。キモすぎやろ、マジで。何が食べるん？何が？じゃあね。バイバーイ。